では若干時間を過ぎましたが、今日の、エデルマンオンラインセミナーを、開始したいと思います。本日は、200名以上の方々にご参加の登録をいただいております。心から感謝いたします。本日のプログラムですが、まず、4月に実施しました。この信頼と COVID-19 のパンデミックに関するデータ紹介を約15分間かかって私の方からご紹介いたします。その後にですね、著名なパネリストの方と一緒にですね、いろいろディスカッションをしていきたいと思います。それでは早速ですが、データの紹介を始めたいと思います。まず今回の概要なんですが、通常のエデルマンのトラストバロメターっていうのは、ご存知の方も多いかと思いますが、年に1回、行われる、調査でございます。大体日本のデータは、3月に、発表するというタイミングになるんですが、まあ、今回のパンデミックを受けまして、それ以降にですね、2回、1月に1回、そして4月の15日から4月23日まで、まあ、ミニ調査という形でですね、調査をいたしました。今回の、4月の、今日ご紹介するデータは、11カ国が対象になっております。カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、メキシコ、サウジアラビア、韓国、イギリス、アメリカ、そして日本、この11カ国になります。それではデータの方に移りたいと思います。この調査というのは、基本的に、社会に必要と考えられる4つの機関、政府、企業、そしてメディア、最後に NGO、この4つの機関に対する信頼を、測るものです。その4つの、それぞれに対する信頼、を足し合わせて、4で割った数字が、このインデックスの数字になります。ご覧の通り、今回の調査においては、前回と比較してもですね、前回の1月の調査と比較しても、ほとんどの国においては、信頼が、主要機関に対する信頼が大きく上昇しております。しかし、残念ながら、日本だけがこの11カ国の中で、まあ、若干ではありますけれども、信頼、その4つの機関に対する信頼が低下しております。これが、まあ、いわゆる全体像になります。もう少し、細かく、見ていきますとですね、まずは、政府と、企業、に対する、まあ、このパンデミックに対しての、まあ、さまざまなその施策に対する、それぞれの国、国民の、評価なんですが、まず、政府ですが、この医療品や良質の、治療法、これが確実に、まあ、最貧困地域、までもですね、津々浦々まで、提供されるように、なっているかどうかということに対する、評価なんですが、まあ、サウジアラビア、インディアって非常に高い、10カ国の、平均、42%に対してですね、日本が、非常に残念ですが、たったの11%が、これができているというふうに評価しております。また、企業の、実績ですが、従業員と顧客の両方に対して安全対策を、講じているという点においては、11カ国の平均が49%、約半数なんですが、日本も、これに関してもですね、まあ、約2割、と非常に低い数字になっています。左側が10カ国、右側が11カ国ということを気づきの方も、いらっしゃるかと思うんですが、左側の、政府に対する調査においては、中国が、抜けております。中国では、その点については、まあ、調査ができなかったということになります。そして、まあ、今回の、パンデミックにおいて、まあ、特に最前線で働かれる、皆さん、に対するその、この
コントリビューションについて、さまざまな国で、非常に高い評価を得られているんですが、もう一つ浮き彫りになってきたのが、このパンデミックで最も、辛い、経験を、されている、人たちが、まあ、比較的、その、まあ、貧困層あるいは、まあ、他国においては、マイノリティであるということが、非常に大きな、課題になっております。まあ、この辺について、不平等、社会的な不平等があると感じている人は、まあ、海外ですと6割以上と、まあ、日本はそもそも非常に平等レベルの高い国と考えられるし、まあ1億2000万人総中流というふうにも言われるんですが、意外にですね、日本においても 50% 以上の人がこのように回答しております。まず4つの機関に対するそれぞれの評価なんですが、これがグローバルの平均11カ国平均の数字でございます。下が1月時点での調査、上が今回の調査のデータとなっております。ご覧の通り、一番大きく飛躍しているのが政府に対する信頼でございます。1月の段階では約半数、それが11ポイントも上昇して 65% の人が政府を信頼するというふうに答えております。また企業においても、企業が、前回 58% だったのが、6割以上 62% という形になっております。まあ、グローバルの数字を見るとですね、それぞれ4つにおいては、上昇しているという状況でございます。ところが、日本の数字を見てみますとですね、グローバルの数字とは全く異なる、結果となっております。企業、そして政府、前回の調査と比較してもですね、低下しております。前回政府が、43% だったのが、38%、マイナス5ポイント、そして企業が、前回、まあ、約半数だったのが、3ポイント下がって、46と。で4つの機関の中で、海外他国においては、政府が最も信頼されるという結果になりましたが、日本では、3番目という位置づけになっております。これを、国別で見るとですね、こういう状況でございます。まず全体で11ポイント政府に対する、信頼が、平均でいうと11ポイント上昇してますが、特に中国 95%、インド、87%、そしてカナダ、韓国、ドイツ、イギリス、これらの国については、2桁以上の、上昇でございます。カナダ 20ポイント、韓国16ポイント、この中、アメリカでさえ、プラス9ポイントで 48%、約半数になりますが、日本は先ほどご紹介した通り、マイナス5ポイントで 38% という、まあ、ちょっと寂しい数字になっております。その中でですね、特に、この政府に対する信頼が低い、国においてはですね、中央政府と、地方自治体、に対する、この信頼が大きく、開きを見せております。日本においてもですね、地方自治体に対する信頼が 50% と約半数、日本においては中央政府においては 35% と約 15ポイントの開きが見られます。韓国の場合は逆にその逆で中央政府の方が高く評価されている結果になっております。ということで、これがそれぞれの、まあ、リーダー、と
考えられる人たちに対する信頼ですが、まあ、当然こういうパンデミックという状況の中で、科学者の方や、医療機関の関係者の方々でのに対する信頼は非常に高いんですが、先ほどの、スライドの通りにですね、自国の総理、首相より、地方自治体のリーダーの方が、信頼されるという、まあ、こういう結果になっております。これは後でパネリストの皆さんからもご意見を伺いたいと思います。そして、今回の、パンデミックにおいては、まあ、日本は比較的緩やかな、ロックダウンだった、わけなんですが、他国においては非常にその移動の自由に対する制限が、厳しくありました。しかしこの点においてはですね、そのパンデミックを、のそのソリューションとして自由の移動の自由はの制限は、まあ合理的かつ適切な措置であるというふうに考えられているそれぞれの国の比率なんですが、日本はメキシコに次いで、2番目でございます。82%、まあ、8割以上の、回答者は、まあ、移動の制限があっても、まあ、仕方がないというふうに答えております。しかし、この移動の制限も あるんですが、国によってはですね、データ追跡でもって、そのパンデミックのトラッキングをしていくと、こういう政策を実施している国も、ありますが、この点については、日本人は非常に傾向が、あるようです。これは、まあ、データの追跡に関する国民の同意というふうな数字なんですが、これはご覧の通り、中国は、9割の人たちは、まあ、データの追跡は、まあ、大丈夫ですというふうに答えてありますが、日本の場合は、11カ国の中で最も低い、40% 程度という形になっています。まあ、日本人は、この移動の制限については仕方がないんですが、プライバシーって言いますか、そのデータの追跡に関しては、若干こう抵抗というか違和感があるという結果になっています。これは、このデータについては後ほど、成田さんにもお聞きしたいと思います。そしてメディアに対する信頼ですが、私どもは、毎年4つの、メディアに対する情報源としての、信頼、というものを図っておりますが、トラディショナルメディア、そして、まあ、検索エンジン、オーンドメディア、まあ、企業の、ホームページや、Facebook ページなどですが、そして一般のソーシャルメディアというふうに測っているんですが、今回は、トラディショナルメディアが非常に大きく上昇しております。逆に、検索エンジン、日本人は数年前から、得た情報をもう一回、ググってみて、確認すると、こういう、こう、習性が非常に強く出ているんですが、これが、今回の調査で逆転しました。トラディショナルメディア、まあ、つまり、おそらくジャーナリストの目を通じて、正しい情報が、欲しいということではないかというふうに感じますが、実はですね、そのジャーナリストが、本当に、その、クレディビリティの高い、情報を提供しているかという点を調べるとですね、こういう結果になります。まあ、世界の平均と比較しても、非常に低い、数字に、なっております。まあ、トラディショナルメディア、を、情報源としては、非常に期待している、頼りたいという気持ちは強い、中ですが、まあ、実際に、その期待値に対するパフォーマンスはどうかというと、まあ、それほど高くはないと、まあ、それほどというか、非常に低い数字になっています。そして、これは非常に興味深い、データですと思うんですが、このパンデミックを通じて、自国優先主義ということが非常に顕著に現れています。
まあ、例えばグローバル企業であっても、マスクがどっかで手当てができたときには、それを本社が所在するところに戻すべきだと、というこう行動もすら見られたんですが、この点については、まあ、日本は貿易立国という歴史があるということかもしれませんが、日本人に関しては、まあ、3割非常に低い、レベルの回答となっております。つまり、まあ、日本人は自国優先よりもグローバルフェアとしての責任を感じているということが言えるのではないかと思います。そして企業の今回の行動に対して、まあ、企業が責任を果たしているかどうかという評価ですが、まあ、例えば必要な製品やサービスに簡単にアクセスできるという点、そしては在宅勤務ができない社員に対するその健康保護できているかどうかということと、そのパンデミックの後にその職場復帰などを含めてですね、この点について調査をしたところ、他国の平均と比べても日本はまた 20% 以下の結果になっております。非常に厳しい見方をしている回答者です。そして、まあ、その企業にとって重要なビジネスパートナー、ステークホルダーに対しての、こういうことを、まあ、例えば利益より人を優先するかとか、その従業員の経済状況を保護するとか、こういったところにおいてもですね、これも、20% 以下、というとても低い数字になっております。また毎回この調査で業種別のそれぞれの業種に対する信頼を測っていくんですが、海外では、まあ、想定の通りヘルスケアなどに関しては非常に大きく信頼されるという、まあ、非常に信頼指数が上昇したという結果になっておりますが、日本の場合はちょっとまたやはりちょっと違 こう状況になっております。特に日本で他国と違うのがヘルスケアに対するこの信頼が逆に下がっていると、まあ、マイナス5ポイントで 49% 約半分。まあ、今回のパンデミックにおいては病院に行きたくても受け入れてもらえないとか、まあ、いろいろとそういう、こう、厳しいお話もあったことが影響しているのではないかと個人的に思いますが、これも後ほどパネリストの方々にもご意見を伺いたいと思います。またテクノロジーについてですね、テクノロジーってずっとこの調査対象の業種の中でずっとトップを走ってきた業種なんですが、今回の調査でマイナス 10% と、テクノロジーに対する、信頼が大きく下がっている結果となっております。また日本も、緊急事態宣言が、解除され、それぞれ今週から、職場に復帰されている、方も多いかと思うんですが、この点についてはやっぱり、慎重に考えてほしいと、という回答者が 78%、やっぱり、職場復帰に関しては、まあ、きちんとその安全を守ってほしいという思いが非常に強く出ている、数字でございます。そして、まあ、この背景としましては、経済を優先するか、人のこう健康を優先するか、人の命を優先するかというところをということを調べたところですね、日本が11カ国の中で最も高い数字 75% で、やっぱり人の命が経済より優先すべきだという結果となっております。まあ、このパンデミックでは非常に辛い思いをされている方も、多いんですが、
それでも、やはり、このパンデミックを通じて何らかの前向きな変化が、出てくるのではないかと、デジタルトランスフォーメーションなどといろいろ考えられるものがあるかと思うんですが、この点についてもやっぱり日本人は、比較的楽観的というか前向きに考えている方が多いようです。約6割の人がこのパンデミックを通じて何か、プラスの変化が生じてくるのではないかというふうに、結果が出ております。以上が、今回の、データの、紹介、でございます、いかがでしたでしょうか。すいません、駆け足ではございましたが、これから、パネルディスカッションの方に、移りたいと思います。本日のパネリストを、ご紹介いたします。まず、スローニュース株式会社代表取締役社長の、瀬尾勝さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イェール大学の、助教授、成田祐介さん。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。そして IT エンジニア兼漫画家千代田まどかさん、よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、それでは、パネルディスカッションの方に入りたいと思うんですが、まず皆さん、一人一人、今日、紹介させていただいたデータの中で、一番気になる、データポイントとしては、何がありましたでしょうか。じゃあまず、まどかさんの方からお願いします。はい、やっぱり一番印象に残るのが、やっぱ世界の中で唯一こう政府への信頼度が下がったのが日本だけだったっていうのが本当にインパクトが大きいですよね。私はすごく政府の方々頑張ってると思うんですけど、なかなか厳しいんだなって思いました。はい、瀬尾さん、どんな感じでしょうか。そうですね、僕もやっぱり気になったのは政府、そしてメディアですね、この信頼度が低いっていうのが気になりましたよね。で、日本は特徴的ですよね。で、やっぱりこういう危機の時って新しい情報がどう伝わるかというところが重要だと思うんですが、本来その情報を発信する政府だとか情報を伝えるメディアの信頼が低いっていうところはすごく気になります。同時にでもその信頼が低いと思われている中で高い自粛効果が出たっていうのも、すごく面白いなというふうに感じましたね。そうですね、成田さん、いかがでしょうか。そうなんですかね、なんか僕、なんかこのレポートの話を伺って、なんか、これ、思ったことそのまま言っていいんでしたっけ。どうぞどうぞ。いや、なんか、ちょっと、また外れなんじゃないかって感じがちょっとしたんですよ。そうですか。で、はい、なんでかっていうと、なんか信頼が低いことっていうのが良くないことみたいな雰囲気がずっと漂ってるじゃないですか。僕全然そうじゃないと思ってて、はい、むしろ日本について信頼が低いっていうのはすごいいいことだと思うんですよ。なんでかっていうと、その信頼が重要だっていうのは、その社会とか経済とかが普通の動き方をしている平常時の話ですよね。だから組織でも政府でも隣の人でも、信頼できたら安心してその人たちと交流できて、交換できて、仕事できるから、社会も経済も潤滑油としてうまく回っていきますっていう話じゃないですか。うん、今回みたいな疫病の局面って全く真逆だと思ってて、自分以外の人をちゃんと信頼して、その人たちと交流し始めたりしたらまずいわけですよね。で、政府についても、政府を信頼して、政府がちゃんと対策してくれるに違いないって信頼できちゃったら、なんか世の中うまく回っていきそうだから、そんなに自粛しなくてもいいっていう感じになっちゃうじゃないですか。なるほど。なので、今僕たちがいる局面っていうのは、できるだけその政府とかを信頼させない、世の中を信頼させないってことをやらなくちゃいけない局面だと思って、そういう意味では、なんか日本は結構完璧な曲線を描いてるように見えて、平常時には信頼がそこそこ高いところから、疫病になってみんな家にこもっててほしい局面になると、ドカンと信頼が下がるっていう状態を作り出せてるので、何がこれを可能にしてるかは分からないですが、結構完璧なんじゃないかって思いました。なるほど。それは、大変面白い意見でした。瀬尾さん、何かそれに対して、何か瀬尾さんとして、コメントがありました。
そうですね、僕もだからさっき言ったこの要するに、政府はメディア信頼できないけどやっぱりこう自粛をは言われたらきっちりする、ここの、なんていうか日本人のこう自立性というのかここは極めて面白いなと思いましたよね。だから、例えば他の国だと要するに厳しい法律を導入しないと無理だと言われている中で、こういうふうにできたというのはああいうその日本社会の、どこどこのコミュニケーションもあるかもしれないしあるいはこうし、まあ、信頼できない中でこう独自の判断で行動できるという ある種日本人の賢さ だったのかもしれないですよね。そうですね。またあれですかね、日本は割とこう自然災害がこうよくある、よく起きることなので、他国特の国民と比べると、こういうことって、なんていうんですか、その慣れてるっていうか、そのレジリエンスがあるということも、これも影響してるんですかね。はい。それで、まあ、結果としては政府に対する信頼が、まあ、低いということになってますが、まあ、若干低いではなくて、だいぶ低いということに、という結果になるんですけれども、まあ、ただ今、お話があったように、結局日本は、他の国と比べても、非常にうまくいっている、こういう状況なんですが、何が足りなかったんでしょうかね。そのこう もうちょっとその、評価されてもいいんじゃないかというふうには思うんですが、政府がもっとこういうふうにやったらもうちょっとこう評価が、高い評価になったんじゃないかということという何かがあればぜひ ご提案ください。清田さんの方からまず先に行きましょう。はい、多分私の周りで、まあ、私はその安倍さんとか政府の関係者の方々に感謝しかないんですけど、まあ、周りで結構文句言ってる人たちが言ってるのは、一番良くなかった自粛要請っていうのが意味がわからないって言って、もっと強いリーダーシップを持って法的にこう封じ込めてほしかった。そしたら、まあ、法律でこう決まっちゃったから、なんか、今日は何々できませんとか、出社できませんとか、そういう言い訳に使えるのに、なんかそもそも自粛っていうのは自分で自らこうなんかやらないようにするっていうやつじゃないですか。それを要請っていうのが意味がわからないっていうので、また私の、まあ、IT エンジニアなのでなんかエンジニア同士の勉強会とかをよく開催する側なんですけど、他の開催者とかも、まあ、まだそのなんだろう自粛要請が出そうだっていう時も結局勉強会開いていいのかどうかも分からなくて、具体的に政府が例えば何人以上のなんか集まりは禁止にしてくださいとかこう具体的なやつをもうちょっと強い口調でリーダーシップを発揮してくれたら僕たちも動きやすかったのに、結局は僕らの裁量に任せますって、で結局開催したら世間からこうな叩かれてどうのみたいな、結局どうすればいいのか分からなかったから、もっと強いリーダーシップで強い法的な力でぐいぐいやってほしかったですっていうのを結構聞きます、うん、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、成田さん何かありますか逆に。いや僕は結構真逆で、どっちかっていうとそのできるだけリーダーシップとかない方がこういう局面だといいっていうふうに思うんですよ。さっきと同じ理由で、はい、リーダーシップを発揮して政府が何かやってくれてるっていうふうにみんなが安心できるような状態は作り出しちゃいけないと思って、そういう意味で言うと後ろですごいしっかりやることをやっていながら表面上はすごい情けなくて、うん、すごい頼りなくて全くリーダーシップがなさそうに見えるっていうのがベストだと思うんですよね、うん、だそういう意味では、うん、結構日本政府は結果としてうまくやったんじゃないかっていう感じが僕はして、うん、でもっと望めることがあったらなんかもっと頼りない感じにしてほしかったなっていうふうに。なるほど、まあ中央政府、つまり、まあ、おそらくこうそ総理だと思うんですけど、中央政府とその地方自治体、まあ東京をはじめ各県の知事が今回非常に頑張ってる姿をこうテレビで、よく見られたんですけれども、このこうギャップが逆に地方自治体の方が信頼されるという向き、これについては成田さんはどうお考えですか。
いやどうなんですかね。でも信頼っていうよりどっちかっていうと好感度高いみたいな感じじゃないですかね。なるほどね、うん、でなのでここでなんか信頼って言ってるものがこう何を表してるかってことによると思うんですよね、うん、だから東京都の知事とかに対する信頼が強いみたいなのってなんか結構 TikTok とかでも発信するゲームにもなるみたいな感じで、うんまあ、メディアにちゃんと取り上げられててなんかみんなの目に入ってくるだからなんかやってるような感じがして好感度高いみたいな程度の意味なんじゃないかっていう感じもしなくもないんですよ、うん、じゃあ先ほどあの千代田さんがおっしゃったその強いリーダーシップというよりも実は、こう一般市民と同じようなそのこう行動をとって、好感をこう、感じてもらうとこっちの方がこうむしろ結果に反映されてるっていうことですね、うんうん、瀬尾さんその辺はどうでしょうか。そうですね、あの感染対策そのものに関しては、あの日本はあの現在のところではあの大きな、感染爆発を、まあ、抑えてですね、結果としては、まあ、成功している状態だと思うんです。でこれ、何がどういう政策がどう効いたのかっていうのはまだ僕これから検証が必要だと思うんですよね。でこれはあの今後、2波3波起こることあり得るんで、現状でも、本当にこの自粛が効いたのか、あるいはこの、8割削減が本当に的確な政策だったのか、あるいはもしかすると要するに海外からの流入制限が効いたんじゃないかとかいろいろな、説があるのでこれは検証する必要があると思います。で、そうしないと2波3波を防ぐときにまた同じことを繰り返さなきゃいけないとかになっちゃうんで、まず今回は非常時だから打てるべきお手を打つのは良かったと思うんですよね。でその検証をした上で、まあ、2波3波に備えなきゃいけないというのがあります。でその上で言うとだからあの政府の政策どれがどうだったかっていうのはまだ評価できる段階じゃないと思ってるんですけども、僕は一つやっぱり、うまくいってなかったのはやっぱコミュニケーションだと思うんですよね、うん、で、やっぱりリスクにおいて情報発信は重要なんですけども、これが、まあ、政府からあるいはいろいろな専門家会議も含めてですね、やっぱり情報の出方がうまくいかなかった。それは例えば、データの裏付けがなかったりとか、目標もちゃんと決めれてなかったりとか、どれだけとこう精神論が多くてですね、そういうのがあまりうまく受け止められなかった。いろんなことがあります。あと、やっぱり、情報発信の、が、まあ、いろんなところで行われてですね、まあ、一元化されてなかったという問題があると思うんですよね。で、うん、実は、その、今回の感染症のような問題って今回当然初めて起きたわけじゃないんですよね。で、前回あの新型インフルエンザの時にですね、やっぱりこういうパンデミックが起こるんじゃないかという懸念がされて、で実はその時にですね、まあ、それを乗り切った後厚生労働省が、その時の対策を取りまとめて、まあ、今後どうすべきかっていうあのプランを提案をまとめてるんですよね。でこれはつまりパンデミックって起こり得ると今後もでどうしたらいいのかっていう、提案をまとめてるんですけど、やっぱその中に、一つあったのがやっぱり情報発信のあり方なんですよ。でそれは、要するにその、まあ、発信する場所スポークスマンを要するに、まあ、一つにすると。でだからいくつもの出口から情報が出てそれぞれのポジションで語るんじゃなくて政府からの情報はやっぱり、出どころ一つにしてでその代わりどん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 情報発信をして、情報をオープンにしていくんだとそれであのコミュニケーションを良くしていくんだという提案が入ってるんですね。で、まあ、残念ながら今回はそうなってなかったです。で、まあ、これ僕も不思議なんですけど、うん、通常こういう時って、まあ、国家的危機なんで、誰が管理できるかっていうとこれはまあ官邸要するに官房長官が普通やるのが普通なんですよね。でそれが、今回はそこが、なぜか、例えば、今西村大臣がやってたりですね、当初あの、クルーズ船の時はあの加藤さんがやったりとかいろいろこうバラバラになってましたよね。で専門家会議からもこういろんな話が出た。ここはだからやっぱりちゃんと、コミュニケーションの体制をあのきっちり作ってでやっぱり、本当に指令できるのは、多分厚生労働大臣 と、まあ、経済担当の西村さんの上にいる方なんでそうするとやっぱ官房長官ですよね。やっぱそのポジションの方がやられるのが良かったんじゃないかなと思います。私もあのコミュニケーションという仕事に携わっている人間としては全く同感です、やっぱりいろんな人がこう情報を発信するのではなくて元締めでこうきちんとこう、一本化してこうその人がこう
ちゃんとリーダーシップを発揮してこう発信した方が、多分分かりやすいっていう、こう、こともあろうかと思うんですよね。うん、それぞれトーンとかスタイルも違いますんで、若干こうそういうこう違い、細かい違いについてはいろいろがいろいろ不安につながっていくっていうことも、あろうかと思います。次ですが、このまあ、自由の制限に関しては割とこうこれに関しては寛容で、あるというこう結果が、出てますが、ただその反面データ追跡、まあ、これからも、この、ウィズ・コビッドという、 こう社会の中で、データ追跡が非常にこう有力であるというふうに、いろんな国でも言われているんですが、日本人は割とその辺に、対して抵抗があるという、 こうような数字が出ているんですが、これについてはこのまあ理由といいますかですね、は千代田さんは、こう若い方代表としてどのようにお考えでしょうか。いや、私はその完全に賛成派なので、なんでみんながそんな嫌がるのかがわからないんですけど、まあ確かに気持ち悪いっていう人は周りにはいますね。なんか追跡されるの嫌だとか。なんか最近コロナ対策アプリの話が結構盛り上がってますけど、あれ Bluetooth なので別に位置情報を取られるわけでもないのに、すごくみんなこう恐怖をしているじゃないですか。とかもう、なんとなくこう自分の情報を握られるっていう、なんか、恐怖感があるんでしょうね、うん、でもしょうがないと思うんですけど、千代田さん自身はそんなに抵抗はないという。はい、もうなんかそれは必要な情報だし、それに別に GPS 引っこ抜いてるわけではなくて、あくまで Bluetooth 同士のやつなので、なんか全然みんな普通に Bluetooth のイヤホン使ってるとは、別にそれくらい使って、それは何だろう、国の健康のために使っていただくのは全然いいのにっていう立場です。まあ、これも言ってみればコミュニケーション上の問題ですね。それのデータがどうやって集められ、うん、どのように使われるかということ、十分な説明がないまま、その話だけが先行しているということに対して、若干その不安があるということかもしれないですね。はい、確かに。はい、成田さんどうでしょうか。その、まあ、成田さんデータのプロなんで、おそらくそのデータがこう追跡することが非常に有力であるという、ふうに、成田さんもお考えではないかというふうに思うんですが、ひょっとするといや、まあ、逆ですよとまた言われるかもしれないんでいかがでしょうか。どうなんですかね。日本人がこの問題を気にしているように見えるのは、まあ、もしかしたら単純に高齢化してるだけっていう可能性は結構あるんじゃないかと思うんですよ。あ、はい、チョマドさんみたいになんか若い頃から24時間体制で動物の森をやってる廃人生活を中継してる人とかだと、まあ、初めから自分の生活さらけ出してるんで、そうですね、まあそっからプラスアルファでちょっと Bluetooth で接触情報引っこ抜かれてもなんてことないっていう感じじゃないですか。でもそれって、うん、まあ50歳年上の人とかに話すとわけわかんない感覚だと思うんですよ、うん、だそういう意味で言うと、このプライバシーとか生活に関するデータをどう扱うかって問題って、その人たちが若い頃とか子供の頃どういう生活をしてたかっていう世代の問題とすごい強く結びついてると思うんですよね。だから国と国を比較する場合は、その世代の問題をまずなんか制御した上で話さないとダメかなと思って、さっきのこう国の比較とか見ると、どっちかっていうとガンガン使っていいんじゃないって言ってる国たちって若くて急成長中の国じゃないです か、うん、だかその影響がでかいんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。そうですね。私が小学生の時は写真の修正すらできなかった時代なので個人的には若干傾向があるんですが、瀬尾さんはいかがでしょうか。確かに成田さんがおっしゃるように、プライバシーで考え方は時代によって変わってきますよね。これは習慣みたいなもんなんで、それこそ、昔の方がプライバシーがさらけ出されたみたいな時代も結構あるわけですよね。だからそれによってどんどん変わってくるとは思います。でそれと同時になんかこう
そういうものはデータ預けたりするのが不安だっていうのは、やっぱりあの預けることに対するやっぱ透明性が担保されてないんじゃないかっていう懸念があるわけですよね。だからあのやっぱりその説明を手であのやるとか、あるいはもう透明性をあのできるだけ進めるってことがすごく重要なんだと思います。そこはだからあのこの調査でも出てくるその政府に対する信頼が低いっていうところと、ちょっと僕はあのリンクするところがあると思うんですよね。だからできるだけやっぱりあのそこの、透明性を、できるだけオープン確保していく、で説明をするってことが重要なんだと思います。あの引き続きあの瀬尾さんにあのご意見を伺いたいんですが、あのメディアに対する信頼、まあ、一方ではあのトラディショナルメディアに対する期待が非常にこう高まったという、 こう、調査結果が出てるんですが、ただその中身を見るとそれぞれのメディア、まあ、ジャーナリストの報道については、まあ、期待になかなか応えてないという、 こう、点が多いんで、この辺についてはどうお考えでしょうか。そうですね、あの本当あの僕はそのトラディショナルメディアの信頼が復活しているのはこうメディアにかかる人間としてはすごい嬉しい数字ではあるんですけど、まあ、それが、本当に、そうなのかというと、まだやっぱりあの各国比較の中でもやっぱり日本の数字ってこう絶対値では低いんで、あのやっぱりそこはだってないんだなというのは感じますよね。でやっぱりいくつか理由があると思うんですけども、まあ、例えばメディアの変更があるかどうかにあのということに関して言うと、これは日本のメディアは、ある意味、僕期待値が高いんだと思うんですよね、あのレガシーメディアに関して言うと、うん、例えばアメリカのメディアって新聞にしてもテレビにしてももっと、特にテレビはあの日本でいう放送法の4条みたいなこう中立性がないんで、あもっと変更してますよねだから、ある意味、変更しているものがこう当たり前だというふうに思われてますけど、日本のメディアって、テレビは、放送法があるし、新聞社も、かなりそれぞれ今もスタンスが違うんですけど、とはいえ、やはり、公正中立というようなことを謳っているんで、そうするとやっぱ期待値が高いから、そうすると、現状、少し違うんじゃないのっていうところが、まあ、不信感につながっているのかもしれないというふうに思います。でもう一つはあの今回の例えばコロナウイルスとかに関して言えばあのやっぱり日本の例えばレガシーの中でこうジャーナリズムのあり方がですね、なんていうのね、なかなかこう、科学も含めて全体像を捉えるような報道というのをこう目指してこなかったというところがあると思うんですよね。でどちらかというとこう日本のジャーナリズムはこの世の中から、注目されてないこう小さな問題、あるいは時にはこれはまあ弱者の問題だったりするんですけど、そういう問題を取り上げて、それを、まあ、みんなに社会課題としてもらうっていうところを割とこう重点的に、力を入れてやってきたんですよね、うんうん、でそうするとこういう例えばあのデータを使ってこう全体像を描くとあの読み解くとかですね、そういう部分は結構苦手なんですよね。これはだからちょっと残念ながらあの311の時 の、 あの原発報道の後も言われましたけども、日本のジャーナリズムの中でいわゆるそのサイエンスライター、そのサイエンス専門のジャーナリストってなかなかこう育ってこないっていうのも、うん、まあ、そういう事情があるんですよね。だからあのそこのそういう部分がこう、まあ、もしかするとメディア不信につながってるんじゃないかというふうに僕は見てます。うん、なるほどなるほど、そうですね。まあ、アメリカのメディアの話も今あったんですが、成田さん、今回のその、まあ、成田さんよくあのアメリカとあの日本って半分半分ぐらいだと思うんですが、まあ、例えばアメリカのメディアのこうやり方と日本のメディアのこうこの辺 の、 その比較をどのように見られますか。一個重要なのはあの報道とかメディアにおける偏りの問題かなと思うんですね。そうですね。うん、で、思うのは、さっき瀬尾さんがおっしゃった通り、まあ、アメリカのメディアって、まあ、むちゃくちゃ偏ってることがデフォルトみたいな感じで、まあ、とてつもなく煽る曲とかもあるわけですよね。で、今回のコロナ騒動に関する研究が ありまして、そのすごく煽ってくるようなテレビ番組とか放送局とそうでもない結構中立的な放送局と比べたとして、たまたま煽り番組みたいなのを
多く見ることになった地域とそうでもない地域を比べると、うん、煽られた地域の方が死亡者数とか死亡者の率とかがすごい低かったっていう研究があるんですよ。まあ、つまり偏りによって人の命が救われたみたいな部分があるんですよね。で、感染症の予防みたいにやっぱり人の行動、その庶民の行動とか考え方だけでいろんな物事が大きく変わるような局面においては偏りを通じて人の行動を変容させられるっていう部分がやっぱすごく大きいわけですよね。で、そうすると、まあ、単純にその偏りをどうなくすかってことを議論するよりはどう偏りをうまくデザインするかファインチューンするかみたいな視点っていうのがすごい重要なのかなっていう感じがします。なるほどですね。ちょまどさんは前回のパネルディスカッション1月、前回のパネルディスカッションで、新聞あんまり読まないっていうお話があったんですが、トラディショナルメディアに対する信頼が少し上がってきている中なんですけれども、ソーシャルメディアの今回におけるソーシャルメディアの役割をどのようにご覧になってますか？やっぱりまあ、ずっと家に引きこもっているので単純に寂しいからみんなも同じ思いをしているんだっていう安心感を得ています。ずっと家に引きこもって寂しいよとかゲームしかしてないよとか言うの、あ、私だけじゃないとか、家にいるから食べることしかなんか楽しみがないからどんどん太っちゃうみたいなのもあって、私だけじゃないみたいな。でも前と比べてテレビ見るようになりました。すごく、ニュース見なかったんですけど、ニュースを毎日見るようになりました。やっぱり、まあ、私は成田先生と違ってこう政府の強いリーダーシップを求める派閥なので、毎日テレビ見て安倍さん今日なんか言ってないかなとか、小池都知事今日も可愛いなとかいうのをこうテレビで見てこうなんか安心するみたいな。やっぱりツイッターだとどうしてもこうニュースとかもなんか人の感情とか人の意見が載った状態でこう出るじゃないですか。またこんなの言ってるぜこいつみたいなやつとかが来て、だからそう、前はそれが楽しかったんですけど、今はなんか緊急事態になってやっぱりテレビで直接安倍さんとかの発言とか知事とかの発言を見たくなって、結果的に本当に毎日テレビのニュース見るようになったんです。なるほど。あと、その点1点だけいいですか？どうぞどうぞどうぞ。まあ、そういう意味で言うと、なんかトラディショナルメディアに対する信頼が上がってるっていうのは、結構消去法的なところが大きいんじゃないかっていう気がして、もうソーシャルメディアもわけわかんなくて、全く正反対の意見が同時に流れてきて、両方とも とてつもないページビュー、煽りで獲得してるみたいな状態じゃないですか。で、そうするとそこからどう逃げるかみたいなことを考えると、まあ普通の人にとってはテレビか新聞かぐらいしかないっていう意味で、結構目くそ鼻くそ的な競争でトラディショナルメディアが上がってきてるみたいな部分があると思うんですよね。だからなんか本当のオルタナティブみたいなのをどう作るかっていうことを議論することが大事かなっていう気がします。私もそれ同感ですね。それで思うのは結構あれなんですよ。僕は今回割と少し前向きに言うと、さっき言った311の後に比べると、まあ、ソーシャルの空間が少し良くなったんじゃないかと思ってて、でそれは、ある時は、サイチルの時はこう原発の問題で結構、反対賛成で揉めて、結構イデオロギーの論争になって、もうこうデマの飛び合いみたいになってたんですけど、今回見てると、結構、ブログでもソーシャルでも結構専門家のお医者さんとかですね、そういう専門家の方も結構そこに加わって発信したりしてたんですよね。だからあんまりこうデマな情報、あんまりひどいデマに関してはやっぱりそれを、まあ、排除するような意見もいっぱい出たりですね、そういう意味で言うと、なんかそういうとなんか梅田もちおさんみたいな超前向きすぎるんだけど、結構ソーシャルの中に微妙にいい言論空間ができる兆しもできてるんじゃないかって気もするんですね。それは何があるかって、やっぱそういう専門家がいろいろ入ってきて、議論するベースになってきてるということもあるんじゃないかというふうに思います。それは今回のコロナ騒動特有の動きなんですかね。それとも全体としてそのソーシャルメディア上にエキスパートっぽい人、専門家っぽい人が増えてるっていう傾向があるんですか？それはあるんですよ。実は、僕のスローニュースで、僕支援してるメディカルジャーナリズム勉強会っていう勉強会があるんですね。そこはお医者さんとジャーナリストと医療関係のジャーナリストが集まってやってる勉強会で、医療情報の発信をどうするか
というのを調べている勉強の会なんですけど、それでそこで以前このコロナの前に調査したんですけど、やっぱりそのツイッターの中で、その医療関係については、そのひどいあのデマが、広がりにくくなってるんですよ。で、それはなんでだろうかっていう調べていくと、やっぱりそのツイッターの中にこう専門家がいて、でなおかつその専門家の人がやっぱりそういうフェイク情報を、まあ、医療お医者さんとか医療者の方がやっぱフェイクに対してはこれおかしいよと、騙されちゃいけないよみたいなことを結構、うん、チェックするようになってるんですね。だからそういうちょっと事情的な部分が働いてるっていう効果も、その前の段階から起きてたんだと思います。うん、それは、まあ、それは非常にいい傾向ですね。今後もそれがこう続くと、いいと思うんですが、時間が少なくなってきましたけれども、最後にですね、皆さんにお聞きしたいのですね、まあ、最後のスライドにもありましたように、割とこう今回のパンデミックを通じて何かこうポジティブな面も多く出てくるのではないかというふうに考えている人が、まあ、6割以上いるということですが、何か皆さんの方から、いや、こういうふうな社会になったらいいんじゃないかとか、いや、これはぜひこう大きく変わる、こういうところが大きく変わっていくと思うんだとか、何かその辺のですね、ちょっと最後のコメントとしてお願いできればと思います。じゃあまずチョナドさんの方からいきましょう。はい、あの2個くらいあって、一つがのデジタルトランスフォーメーションをもっと推進してほしいなって思いました。はい、まあ、うちの会社のマイクロソフトのトップのサティア・ナデラって人がこの2ヶ月間で2年分のデジタルトランスフォーメーションを見ましたって言ったんですね。なんかリモートワークが完全に導入したり、そう、あとはなんかこの会議実はいらなかったんだなみたいな、なんか実はいらないものの洗い出しとかがあって、こうコロナでバーっていらないもの、なんか扇風機みたいな感じでヒューってこう飛んでって、本当にいるものだけ実は通勤いらなかったんだとか、実は東京の単身赴任の家いらなかったんだとか、いろいろな分かってきた。それでデジタルにどんどん推進あの移行してって、まあ、このズームもそうだし、今チームズもそうだし、で会議で どこにいるかもこう関わらずみんなでこう参加できるような感じでリモートワークをどんどん推進してほしい。でもう一つが東京都の新型コロナウイルス対策サイトがあるじゃないですか。あれ GitHub でオープンソースで開発されていて、あのしかもライセンスもミッドライセンスで、ライセンスの中で一番自由で緩くて誰でも結構再利用ができやすいサイトができたんですね。でだから世界中のエンジニアがこうそのコロナっていう共通の目的に対してこうどんどん何か作っていく。しかもあれあの台湾の IT 大臣のオードリーさんがこうもうこプルリクを送ったりとかして、世界中がこうなんかこうなんだろう一緒にやっていくっていうのはすごくいいムーブメントだと思うので、この、まあ、私、まあ、プログラマーなんですけど、まあ、この何かプログラマーだけじゃなくてエンジニアでも何でもこう作る人たちが協力してみんなでこう乗り越えていくっていうこの動きを継続してほしいなっていう2点でした。ありがとうございます。ああ、その2点目は僕知らなかったんで、それ本当に素晴らしいですね。いや、そうそうそう、素晴らしい、まあ、おそらくこのコロナウイルスという体験を通じていろんな意味で、価値観が大きく変わっていくっていうことかと思うんですね。あの、その点で、じゃあ成田さんどうでしょうか。何かこう、うん、なんか価値観に関係して、まあ、長間田さんがすごい具体的なことをおっしゃってくださったので、僕ちょっと抽象的なことになっちゃうんですが、結構今回のきっかけに、なんか僕たち自身も結構ウイルスっぽい存在だなっていうことに気づけるっていうのがあるんじゃないかと思うんですよ。で、何かっていうと、なんですか、コロナウイルスって大体人体と比べると10の6乗分の1ぐらいのサイズらしいんですよ。で、この比較って大体人体と地球の大きさの比較とほぼ同じなんですよ。はい。で、だから、まあ、僕たち人間っていうのも大体地球から見るとコロナウイルスぐらいのサイズ感なんですよね。で、結構僕たち迷惑なウイルスみたいな感じじゃないですか。あの地球に住み着いてガンガン大量に増殖する、隅々まで転移していく、でなんか地球の体内にある物質をガンガン引き出してポンポン燃やす、地表を削り取って木々をなぎ倒して砂漠を作りまくると、
という感じで、まあ、結構地球を人だと見なしてみたとすると、まあなんか高熱は引き起こすわ、ハゲさせるわ、まあ肌荒れを作り出すわみたいな感じの、まあ相当困ったウイルス的な存在だと思うんですよ。なんか今回のきっかけに、ウイルスっていうとなんか僕たちと全く違う敵みたいな感じですけど、実は僕たちもウイルス的で、何が敵で何が友なのかちょっとよくわからない世界の複雑さみたいなのに人間が気づけたらいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思います。いや、それも素晴らしいご意見ありがとうございます。最後に瀬尾さん、いかがでしょうか。そうですね、僕は2つあって、1つは、まさに成田さんの言うところが語られるんですけども、やっぱり、今回の、いろんな騒動の中でやっぱり、例えばガンジス川がきれいになったとかですね、中国やインドの大気汚染が収まったとか、そういう環境にはすごいいいことがあったんですよね。で、これをすぐ戻してまた日本もそうなんだけど、やっぱり同じような、梅園の社会に戻すんじゃなくて、やっぱりここまでできるんだから、それをなんか保てるような方法で、なんかできないのかな。つまり まさにそこで新しいニュー、オリジナルをですね、やっぱ作ってほしいなという気持ちがあります。で、二つ目は、僕すごい期待してるのは、教育なんですよ。で、教育で今回、まあ、オンライン教育とか導入されるようになったんですよね。で、僕は短期で、今回のコロナウイルス対策で、なんか9月入学だとか、オンライン教育だとかいうんじゃなくて、やっぱり長期的な視点で、オンライン教育を、きっちりした形で、有効な形で導入してほしいんですよね。で、そうすると、例えば、高校の先生なんかも、今、いろいろ各地で授業をやってるけども、例えばなんかこう有名な一番おいなんていうのか有名な林修先生とかいいんだと思うんだけど、ああいう人のすごい上手い授業を学校で見せるようにして、で、うん、先生はもうそれを要するにコーチングしたりすることに徹するとかですね。そうすると実は教育格差が埋まる可能性があると思うんですよね。で、オンライン教育っていいところと悪いところがあって、いいところはトップの方はすごく伸びるんだけど、下のついてこれない人がついてこれないっていう欠点があったりするん で今の先生たちのはどちらかというとやっぱりこれからそのコミュニケーションで要するに生徒をうまく要するにモチベーションを上げるところを、仕掛けていって、そのコンテンツ部分はもうみんなで同じ授業を見て、で、どこの町にいても、最高の教育が受けれるっていうふうにできると、僕はすごくいいんじゃないかと思います。そうすると、場合によっては、例えばこれが今度大学になれば、まさにアメリカの大学の授業を受けて、日本もアメリカに行かなくたって同じ環境で勉強できるんだってこともできるわけですから、この教育が変わるっていうことに一番僕は期待してます。いや、それも非常に、素晴らしい意見ありがとうございます。個人的な話なんですが、私ずっとオンラインラーニングに関しては割と否定的だったんですが、まあ、今回在宅勤務ともなって、多少時間がこう余裕ができたので、他の言語をもう一つ取得しようかなって思って、オンラインテストを始めたんですよ。いや、これなかなかいいんですよ、実は。なんかね、覚えるのが早いような気がするんですけどね。ぜひ、それが、今おっしゃられたようにですね、アメリカにいても日本語の教育が受けられるわ。日本にいてもアメリカの教育が受けられる。こういう、こう、世界になるのも、非常に、明るい、未来が、こう、期待できるんじゃないかと思ってます。そろそろ時間となりましたが、まず、パネリストの皆さんに、非常に心から、感謝するとともにですね、今日は、ご参加いただいた、視聴者の皆さんに、深く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。